2021明治安田生命 J1 リーグ第3節ガンバ大阪対大分トリニータの一戦です。新型コロナの影響で延期された第3節、パナソニックスタジアム吹田は曇り、そして気温31度、湿度 53% です。まずはホームガンバのスタートと予想フォーメーションです。高尾がサブに戻ってきています。ゴールキーパー東口、最終ライン菅沼、庄司、キム・ヨンゴン、中盤の底山本とチュセジョン、ウィングバックには小野瀬と奥野、そしてワントップパトリックにツーシャドウ一味とウェリントンシューバと予想しています。一方大分のスタートと予想フォーメーションです。野村が開幕戦の怪我から復帰、梅崎、小屋がサブに入っています。ゴールキーパーポープ・ウィリアム、最終ラインウェービス、エンリケ・トレビザン、ミサオ、そして中盤の底長谷川と今日は小林勇気のセット、ウイングバック右井上、左香川、ワントップ長澤に、ツーシャドウは町田と小林正剛のコンビということになっています。中一味パトリックが入っていますが、もう一度最終ラインに戻してじっくりと時間を使いますガンバ大阪。中2日でのゲーム、縦につけますがここはカットします。シュセジョン、さらに山本、浮き球を使ったパトリックが待っている。ポープ、好セーブを見せました。いやー、ポープビッグセーブでしたね今。そうですね、山本がセンターバックの近くまで落ちます。奥のパトリックが落ちてワンタッチで一味、中ウェリントンシューバー1枚かわして、かわしてグランダーのボール、ウェリントンシューバー、どうだ、打つか、ここはブロックしました。一瞬前に吐きましたけどもね。そうですね、出てきましたね、決定機でした。まあ、一味もサイド1対1の仕掛け、まあ、体を使いながら、まあ、深い一枚進入していくうまさありましたね。はい、松田山と倒れ込んでいます。井上、ボールを運びながら小林勇気、長谷川、いいパスを出した小林正吾、大原、町田大和ですが長澤でした。いやー、決定的でしたね。少しボールが上がる前に視野から外れて、ボール上がる瞬間に前に出てきましたけどもね、うまかったですね。小野瀬、アーリークロス、パトリック落としたところ、もう一度パトリック、山本、ウェリントンシューバー、クロスを上げるパトリック、その先だ、高尾のシュート、ポープが止めました。いやー、決定的ですよここも。パトリックおとりの高尾でしたが、ウェリントンシューバーもうまくカットインからね、時間を作ったんですけどもね、はい、ファーサイド、ここで決めました。最後トレビザン、6試合ぶりのゴール。いやー、木場さん、今お見事でしたね。そうですね、ファーサイドをこう狙ったボールですけどもね、こぼれたところ、まあ、ガンバの選手が少しこうボールウォッチャーになって、まあ、次のセカンドボールへの反応がね、やっぱり、まあ、大分の選手、まあ、トレビザン早かったですから、はい、まあ、ここは本当に決め切ったというところですけどもね。そうですね、香川が競り合って、うん、こぼれたところトレビザン、パトリックとミサオでしたが、競り勝ったミサオ、野村セカンドボール回収してパスを出す、小屋が前を向いている、溜めてからのシュートだ。これああいうシュート得意ですけどね、はい、足技を持っている選手です。長澤、ここに落ちて時間を使います。井上走り出しますが、小林勇気から井上、小野瀬との走り合い、中に小屋が待っている、その小屋に出たシュートだ。あー、ここは決定的でしたね。そうですね、宇佐美、間で受けて前を向く、ワイドに広げて小野瀬、2人ディフェンスに来ましたが、レアンドロ・ペレイラ、ここで矢島、振り抜いた、レアンドロ・ペレイラ、意地の同点弾、
い一撃でしたね。サイドワンツーで、まあ、行くと思わせて、まあ、マイナスのところ矢島ですけどもね、まあ、こぼれ球を、まあ、しっかりと抑えてボレーですけどもね、まあ、この辺はストライカーですよね。そうですね。いやここは本当に両チームね、あの疲れがあるところですけどもね、勝負どころですね。そうですね。宇佐美が行く、宇佐美が行く、シュートだ、弾いたところ、もう一度ロープが取った。いや最後よく抑えましたね、ポープ。そうですよね。宇佐美のいいシュート、そしてポープのいいプレーが出ました。山本庄司に戻してキムヨンゴに出す。大分も全てセカンドボールを、ね、開始されてますから非常に厳しい状況ですよね、はい、ここは。その中で最終ラインここでシュート、最後宇佐美が青黒のエースがアディショナルタイムにドラマを持ってきた。いやすごい展開になりましたね。ここまで攻守を見せていたポープも呆然としています。東口時間を使ってここでホイッスル、大きな拍手が湧き上がります。パナソニックスタジアム吹田、今シーズンホームにお客さんを入れて初勝利、そしてホームで初めての逆転勝利です。